2024年8月10日土曜日午後6時40分。ここは栃木県足利市と群馬県桐生市の境目近くの渡良瀬川河川敷土手です。こちらに見えているのが赤城山。で、今、夕焼けの雲を撮っています。思ったほどは焼けなかったかな。もうちょっと焼けてほしかったかなという感じです。この辺が一番綺麗に焼けてますね。焼け方が一番綺麗な場所です。この辺もう終わりでしょうかね。だいぶ赤いところが減ってきました。じゃあタイムラプス見てください。今6時45分、それほど派手な夕焼けにならずに終わってしまいました。どうもご視聴ありがとうございました。またどこかの足利で。バイバイ。